こんにちは、ブルーホースです。本日もディッチロイドやってまいりましょう。時刻は9時42分ということで、雨の中マーカスがカールを連れて帰ってきました。というのはパーティーに行ってたんですね。間違いに出席するとなぜ来てしまったのかと疑問に思わずにいられ、カクテルパーティーは苦手だ。つまらない口先だけのやつらであふれている。あなたの作品を敬愛する方々もいらっしゃる。誰もアートの気にかけているな。その作品にいくら稼げるかしか興味ないんだよ。さあほら、いっぱいやろう。あの騒ぎに喉が渇いて。ここは特に見れるものはないかな。じゃあはい、いっぱいやりに行きましょう。いっぱいやりに行きましょう。スコッチをストレートですか？その通りです。お医者様に怒られますよ。医者なのクソくらい。自分の面倒くらい。自分で見られるわ。いや、注射も打てないし、お風呂を入れたのもマーカスだったけどね。まあまあ、そんな揚げ足取りみたいなことは言わずに、スコッチストレートでやっちゃいましょう。いいなぁ。スタジオの明かりを消し忘れたのか。いえ、確かに消しました。Call the police. 警察を呼びなさい。デトロイト市警です。どうかされました。ラファエット通り8941、カール・マンフレッドのアドレスです。帰宅したところ、明かりがついていて、強盗かもしれません。パトカーを行かせます。Let's go check it out. よし。マーカス、私も一緒に行く。いやいや、そんな危ない危ない、一人で行くよ。ほぉー。レオ、look who's here! My father's plastic toy! 親父の人型おもちゃか。レオ、what's going on? 何をしている？ You refuse to help me, so I'm helping myself. 金くれないから、取りに行ったんだよ。こいつ一枚で大金になるんだろ。それに触るな。look, they're all gonna be mine sooner or later anyway. どうしそのうち俺のもんになるんだよ。think of it as a down payment on my inheritance. 遺産の前払いってやつだよ。Marcus, get him away from there. Get him out of here! 息子をこっから追い出してくれ。やっちゃいましょう。ボコボコにしましょう。じゃあ警告。Look, I've already called the police. You should go now before you get yourself into any trouble. 面倒なことになりますよ。All you ever do is tell me to go away. あんたはいつも俺を拒む。なあ、親父、俺じゃ不満か？こいつみたいに完璧じゃなきゃダメなの？ That's enough! Get out! Right now! Who makes it so special anyway, huh? なあ、一体こいつの顔のように言ってた。もう関わるな。ほら、かかってこいよ。マーカス、マーカス、don't defend yourself here. やり返してはダメだ。いいな。こうして構うんじゃない。Go ahead, hit me. 殴ってみろよ。ほら、どうした？お前それで人間のつもりか？やめろ。どうしたんだ？ビビってんのか？やめるんだれよ。やめろ。な、やめる度胸もないってのかよ。自分で決めなければならない。壁結構かね。さあ、ああそうだった。お前人間じゃないんだよな。ただのプラスチックの塊だろ。ダメだれよ。仮に手を出す。お前をぶっ壊しや。I'm gonna tear you apart.いやあのね、まあ一周目の時にどっちの結末も見ちゃってるんですよ。こらえるのと倒しちゃうのと。レオ、はい、レオ、oh、my God. バカだお前は。レオ、レオ、レオ、バカな息子だった。カール、カール、僕は。そんなつもりじゃ、ここにいればお前は廃棄されてしまう。さあマーカス、逃げるんだ。何も言わないでおこう。早く行け。弁明したかった。弁明すればよかったかな。しまったな。ああ来ちゃった。早っ。マーカスまで呼んでから。もう来てるの。そこを動くな。どこ撃たれたんだろうね。まあちょっと別パートでまた復活するからね、マーカスね。ウイスキーを注ぐ。まあこれに関してはもう全部出ちゃってるっていうことだったんで、はい。で、もう一つ、その、
カールが心臓発作で死ぬっていうパターンもあるんだけど、その場合はね、レオがね、マーカスがやったんだっつって嘘つくんで、心臓発作を起こすマーカスってどんなんだっていう、冷静に考えたらね、まあまあ冷静になれないからあれなんだけど、ということで、はい、失意ということでね、これがまた今後のパートにいろいろと関わってくるみたいなんだけど、ぜひ、それがわかるまで、2週目もお楽しみいただけたらと思います。ということで、今回のパート、まあ結構短めだったんですけど、ここで終わりたいと思います。ということで、また次回のパートお会いしましょう。バイバイ。